マッツ・オストベルグは、ノルウェー出身のラリードライバー。ラリーデビューは2004年で、世界ラリー選手権のエントリーは2006年である。父親のモーテンが代表を務める、アダプタワールドラリーチームに所属し、プロドライブが整備する、スバル・インプレッサ WRC に乗り、2007年のスウェーデンで、初めて SS 勝利を記録した。スバルの WRC 撤退後も2010年まで、 インプレッサに乗り続け、たびたび、ポイントを獲得した。2011年、新ワールドラリーカー規定への移行に伴い、オストベルグは、M スポーツストバート2遺跡。フォードフィエスタ RSWRC を借り、開幕戦スウェーデンでいきなり2位初表彰台を、獲得して注目される。最終戦ラリーギガバイトでも2位を獲得し、 年間ランキング6位となる。2012年、ラリードイツ2012年は、アダプタチームに戻り、フェイスタユーザーとしてエントリー。スウェーデンで表彰台3位。ポルトガルでは2位フィニッシュした後、1位のミッコヒルボネンが、最初兼で失格となり、繰り上がりで初優勝を果たした。その後も上位入賞を続け、年間ランキング4位になる。2013年は、 カタール M スポーツへ移籍し、フォード勢のエースとして期待されるも、セカンドチームに所属する、ティエリー・ヌービルの活躍に隠れてしまう。2015年、ラリー・スウェーデン2014年はシュトロエンに、電撃移籍し、セバスチャン・ローブン第5のエースの座を、クリス・ミリクと争うことになる。DS3WRC に乗り、2014年は、表彰台4回で年間ランキング5位、2015年は、 表彰台2回で年間ランキング4位。シトロエンが2017年の車両開発に注力するため、2016年シーズンはファクトリーチームとしての参戦を行わないと決定したため、シトエロンから離れた。2016年はサイサイド M スポーツに復帰し、コドライバーがスウェーデン出身のヨナス・アンダーソンからアンドレアス・ミケルセンのコドライバーであったオーラ・フローネとなった。 第2戦スウェーデンと第3戦メキシコで2戦連続3位表彰台を獲得し序盤はコースタートを切るがその後は制裁を下き表彰台にすら上れず年間ランキングでも前年を下回る7位となった2017年はワークスシートを見つけられずプライベーターとしてマーティン・プロコップとコンビを組み新型フィエスタ WRC をドライブする この年はスウェーデンを皮切りに8戦に出場するも、最高位はカタルーニャの5位。ランキングも15位という不本意な結果に終わった。2018年はフルスシトロエンへ復帰。当初はスポット参戦として前半戦のスウェーデン、ポルトガル、イタリアの参戦に出場した。しかしクリス・ミークの参戦中止に伴い、 オストベルグはシーズン後半の5戦にセカンドドライバーとして起用が発表された。フィンランドではラトバラの追撃を抑えきり2015年以来3年ぶりの2位表彰台を獲得した。最終戦をオーストラリアでは初日に首位を改装し最終的には3位表彰台を得た。年間ランキングでは11戦に出場したチームメイトクレーグ・ブリーンを上回る10位に入った。 2019年は、WRC2 内の新しいクラス WRC2 プロに、ワークス仕様のシュトル NC3R5 で参戦する。第2戦スウェーデン、第5戦アルゼンチン、第13戦カタルーニャで圧勝資格の違いを見せたが、シュコだから参戦してるカレロ・バンペラの圧倒的な、速さにかなわず年間ランキング2位でシーズンを終えた。 しかしこの強さが評価されチャンピオンを争うセバスチャン、オジェのサポートとして最終戦オーストラリアに3代目のシトロエン C3、WRC で1年振りの出場が決定した。固定ナンバー制度導入により2を選択した。しかしカタルーニャでオジェがチャンピオン獲得の権利を失ったためオストベルグの1年振りの WR カー参戦は幻となった。その後シトロエンは WRC 撤退を表明したが、サポート選手権でのカスタマー活動は引き続き、継続されることとなった。2020年は、サテライトチームの PH スポールから前年に続き、WRC2A 参戦が発表された。開幕戦から、好調な成績を上げ、ポンタスティデマンドと首位を争いながら、見事タイトルを獲得した。ありがとうございます。